旧大和証券キャピタルマーケッツ本社の入る、グラン東京キノースタワー大和証券、キャピタルマーケッツ株式会社は、大和証券グループ本社の子会社で、かつて存在したホールセール専業証券会社、日経の大手投資銀行でもあった。2012年4月1日付で、大和証券グループ本社参加の、リテール証券会社であった。 大和証券株式会社を存続会社として吸収合併された。旧大和証券株式会社及び旧住友キャピタル証券株式会社の証券市会社から営業上等を受け、大和証券 SB キャピタルマーケッツ株式会社として1999年4月5日に営業を開始。当時は大和証券が60%。 旧株式会社、住友銀行が40%出資していた。2001年4月1日に、旧桜証券株式会社の証券市会社からも、営業を譲り受け、同時に称号を、大和証券 SMBC 株式会社に変更。また合わせて、旧株式会社、桜銀行のホールセール証券業務も集約した。2009年に、 三井住友フィナンシャルグループが、シティグループから旧日光シティホールディングス参加の、証券事業を買収することとなり、大和証券 SMBC と統合して、経営の主導権を得ようとしたことから、経営の独立性を維持したい、大和証券側と対立し、合弁契約を解消することとなった。2009年10月1日に、SMFG から転籍していた。 従業員の大半が SMFG に復帰。また、2009年12月31日に SMFG の保有する株式40%、すべてを大和証券グループ本社が1739億円で買い取って大和グループの完全子会社化し、2010年1月1日に、称号を大和証券キャピタルマーケッツ株式会社に変更した。 2012年4月1日に大和証券株式会社を存続会社として吸収合併され法人としては解散した。ありがとうございます。